ちの、なんだっけ、小手返しか。正面打ちから小手返し。小手返しは、この親指側のこの頭骨と尺骨と、頭骨を上から取る。上から取って、薬指と小指のここの付け根の間のところ、ここに親指が当たる。ここの、こう握って、こう返す。で、正面打ちからの場合は、こう入って、で、こう、右にして、転換するんだけど、転換するっていうのと、で、この、相手の指と自分の指を重ねて、で、向こうじゃなくて、ここに。で、審査の場合は、ここから、肘を丸く返して、で、相手の肩を下にする。で、この決め方は、この指がね、相手のこの頭に届くように持ってる。反対は同じように、しっかり、手刀に対して、手刀を合わせる。最初からこう、取りに行かない。一挙も一緒。一挙も手刀をこう合わせて、手刀で切り下ろす。正面打ちだね。で、これを下から取るんじゃなくて、上から取る。で、この時に、ここをかけてからやられる。しっかり相手の体が崩れているのをしっかり。で、肘を丸く返して、で、膝に当てて、こう曲げようとしてもなかなか効かない。この指を頭に届かせるように持ってあげてください。上から使う。こう、こうやって。から、入りに転換した時には使う。ここから、落としてやって、丸く。で、遠くじゃなくて、自分の重心の真下にこの指がここに落ちる。もう一つ言ってみない。月の日に投げた。いいな。で、本当はね、攻撃、まあ、稽古やから、アイマンになって、ほんで、こっち側についていってもらってる。この方が、稽古しやすいから。でも、実践だったら、こっちだとかこっちだとか相手ついてくるかもしれないんで、本当は、もうこの構え関係なしに、どういう状態からでもついていっても、こっからこう、入れるようにしとかないといけない。まあ、稽古上は、こう構えてから、こっちについてくるんで、これを、いいにして、これを丸くさばいて、で、あと同じ。これも、上から取ってるから。で、これで、お手返し。あとはね、入り方が違うだけ。要するに正面打ってくるか、こっからついてくるか。で、突く人は、おへそをめがけてついてくる。で、これを、こう避けるんじゃなくて、これを、人へ逃げかわす、ギリギリ。これを、こういっと、次攻撃できるから。で、距離ができると、またこの人、こっちの打ってるみたいになってくるからね。だから、ギリギリで、かわして、横に、横に、相手の後ろ側。これが、前に行くと、またこう違うさばきを、せりゃいかんになるんだけど、この稽古、ここから、うまく、相手ついてくるのを、この点に打ったら、なかなか、点に打ってしまうと、こんな感じで、もう、相手全体でついてきても、ここから入りにして、はい、難しいけど、全体を見て、手元とかを見ように構えて、ほんで、ここで、あれ、入りに転換。ここから、この状態から入りに転換。はい、どうしよう。状態そこから両手で四方投げ、これ片手取りの四方投げと一緒です。
るだけで、こっちも気にしないで、片手振りの四方投げと同じように振りかぶって振り下ろす。審査の場合は、この体に対して平行に体を持っていって、相手の手首を下に押し付けて、当てに入れて、こっちもタイトルけど、あれあれやったら、こっちも気にせんと、この片手取りの四方投げ、これ5キロの技で、片手取りの四方投げやるんですから、この間、館長が日曜日来た時もやったんだけど、全身で足と一緒に上がっていって、で、こうやるんじゃなくて、ここのポジション。あれはもう片手取りも両手取りも一緒。ね、裏も一緒。裏も片手取りと一緒。ここから振り返って、この時こう相手の方にバランスですね。自分のバランスで。
下げる方と上げる方、上げる方、下げる方、天と一緒で、相手と体がこうくっつくとよく効く。力が入ってしまうと相手の体に力が入ってどん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 離れたまま、離れたままこうこうなって自分のおへその上に相手の体を乗せるように丸く丸く上げて、丸く上げて体と一緒に出ていって、最後は手をこのままこうやらなくてこういうふうに丸く受け身取るときですね、こういう丸い形にして投げてゆっくり。まずは上げていく。この